いつもご視聴ありがとうございます au カブコン証券投資情報室の笹原でございます明日8月の2日金曜日日本時間の21時30分に米国7月の雇用統計が発表されます最近では米国の物価指標が着実な鈍化を示す中 FRB の利下げの判断においては労働市場の動向や景気の後退リスクこうしたところにも注目が集まっています えー、特に今回の雇用統計においては、失業率からあ景気の交代入りを判断する指標として有名なサムルール。こちらに景気交代のシグナルが点灯するかどうかといったところにも注目が集まりそうです。えー、では内容の方に移っていきます。まずは早速今回7月の雇用統計の市場予想の確認です。えー、今回7月市場予想は失業率が4.1%。こちら6月から横ばいの見込み。 そして、非農業部門雇用者数、前月比プラス17.5万人ということで、増加ペースは6月から鈍化する見込みです。そして、平均時給の伸び、こちら、前月比はプラスの0.3%と、6月から変わらず、一方で、前年比ではプラスの3.7%と、6月の3.9%から伸び率が鈍化する見込みとなっています。 はい。さて、えー、冒頭申し上げました、今回の雇用統計の注目点の一つである、失業率から算出される、えー、いわゆるサームルールというですね、法則。こちらの方ちょっと簡単にご説明をしたいと思います。えー、まず、最近ではですね、パウエル議長、FRB 議長は、 インフリー率がですね、まあ、目標に対する進捗、ある程度良好なですね、進捗が確認される一方で、まあ、この利下げが遅れることによる労働市場や景気へのですね、悪化に対する配慮といったところを強める方向に発言のポイントが移ってきていると思われます。え昨日のですね、えー、FOMC においても改めてこうした発言が確認されました。 このサームルールというのは、失業率からですね、簡単な計算によって、米国の景気交代入りをですね、判定する法則とされています。これはかつて FRB で長年エコノミストを務めていたクラディア・サーム氏が考案した法則になりまして、その計算方法というのは、直近3ヶ月の平均の失業率ですね、こちらからその平均失業率の過去1年での最も低いですね、数値、これを差し引いたものが、 0.5ポイント以上になった場合に景気後退のですね、兆候として判断されるということになります。まあ、要するにここ直近1年程度の期間の間で最も低かったですね、失業率の水準から0.5%ポイント以上失業率が増加してきた場合には景気後退の懸念がですね、強まるといったような判断になるかと思います。 で、この、まず左側の表、一番左側の列をご覧いただきたいんですけれども、一番左側の列がこれ、失業率、実際の失業率になりまして、一番下段、2024年の7月、これについては市場予想の4.1%をですね、入力しています。まあ、これ見ていただきますと、ここ直近のところではですね、3%台から、おおよそ0.1ポイントずつですね、この失業率が上昇している、ているのが見て取れるかと思います。 えー、そこからですね、一つ右に列を目を移していただきますと、こちらがその失業率の3ヶ月の平均値。で、さらに一つ右側の列見ていただきますと、こちらの方があ過去ですね、1年間におけるこの3ヶ月平均の失業率の最低値をとっています。で、この丸1から丸2を差し引いたものが一番右側の列ですね。 サムルールのリセッションインディケーター、重要となる指標になります。で、この一番右側の列の数値が0.5になった段階で、まあ、米国がですね、えー、景気交代入りが濃厚となるという判断になるんですけれども、現在、市場予想7月のですね、えー、失業率が仮に4.1%。 今回、えー、予想通りとなるんであれば、えー、このサムルールのですねインディケーターは結果0.47になりますのでまだこの景気後退のですねシグナルには抵触しないということになるんですけれども仮にですね今回この市場予想4.1を上回る4.2%の失業率になった場合には 一番右側のこの丸一も引く丸二ですね、この指標が0.5に到達することになりますので、その場合は、このサームルールで景気交代のですねシグナルに抵触したということで、ニュースフロー等でですね大きく流れる可能性がありますので、その場合は株、為替ですね、このあたりがボラティティがやや高まる可能性には注意が必要かと思います。 まあ実際このですね、シグナルが当たるのかどうかということに関しては、これ右側のグラフを見ていただきたいんですけれども、こちらサムルールのですね、いわゆるこれインディケンター、指標をオレンジ色のレれ線で示していまして、グレー色でですね、塗りつぶしている期間については、米国の景気交代期になります。でこれ見ていただきますと、おおむねですね、過去歴史的に見ると、やはりこのサムルールのですね、指標が0.5を上回ってきた。 タイミングから米国の景気交代という時期がですね、おおむねタイミングとしてには合致しているということになりますので、まあ、これあくまで一つの参考になりますから、絶対ということではないんですけれども、まあ、参考値としてはですね、注意しておく必要がある指標であるというふうには思われます。 はい。では次にですね、今回の雇用統計を見る上でえ、関連する指標もいくつか確認しておきたいと思います。まずは、米国の企業からの求人動向を示す、ジョルツの求人数ですね。えー、こちら、先日発表されたものをご覧いただきますと、6月はですね、5月から数値が減少、えー、求人数ですね。こちらの方は減少となっています。で、えー、求人数がですね、まあ、減少するということで、 ま、労働市場の逼迫した状況というのが緩和されてきてるんですけれども、一方でですね、あの、レイオフ、解雇の件数というのは、まあ、そこまで増えてない、むしろあの、減少していまして、2022年の11月以来の低水準にですね、え、解雇数は減ってきています。まあ、つまり、労働市場全体の減速感というのが、必ずしも企業がですね、えー、雇用者を、ま、首切り、カットしてるわけではなく、ま、採用の求人ですね、求人を減らすことによって、え、受給がですね、 え、うまく緩和されてきているということを考えると、まあ、先ほどサムルールのお話をしましたが、この失業率の増加というのもですね、必ずしもレイオフ、雇用のカットが増えている状況じゃなければ、まあ、労働市場はさほど悪い状況ではないというふうに考えられますから、まあ、その点サムルールに仮に抵触したとしてもですね、イコール景気交代と、そこがストレートに直結するかどうかというのは、これはわかりませんので、まあ、昨日 FOMC においてですね、やはりこのパウエル議長の発言の中でも、のの労働市場の正常化という というのが、まあ、移民のですね、えー、流入ですとか、まあ、労働参加率の改善こうしたものに支えられてるといったような発言もありましたから、まあ、これはのサムルールがですね0.5シグナルが低騰したとしても、まあ、必ずしもネガティブじゃないという可能性もありますので、まあ、その点のところはです、ね、少し幅を持って見ておく必要があるかもしれません。 え次に民間の雇用サービス会社 ADP が昨日発表した雇用リポートによりますと、政府部門を除いた非農業部門雇用者数、こちら前月比12.2万人ということで、6月の15.5万人から減少した上に、市場予想よりも下回るですね、結果となりました。 まあこの雇用者数、ここ最近の傾向から見れば弱い結果ということが言えますので、これ必ずしも明日発表の労働省の雇用統計をですね、予想できるものではないんですけれども、まあ、参考値としてですね、やや弱めの結果であったというところも踏まえて明日の雇用を、明日の雇用統計を見ておく必要があるかもしれません。次に、失業保険の申請件数。 こちらですね、米国で週ごとに発表されているものになりますけれども、特に雇用統計の集計期間である、毎月12日を含む週のデータが注目されます。 その点ですね、各月、直近の月の12日を含む週のこの申請件数をですね、表の方にまとめていますけれども、7月はですね、この週の失業保険の申請件数が24.5万件ということで、直近6月5月と比べてもですね、申請件数が多かった状況です。これあの、失業保険の申請数が多いということは、 まあ、これは逆に言えば失業者が多いということにつながりますから、足元でですね、この労働市場がやや悪化している可能性が示されているんですけれども、ただ一方でですね、 ちょうどこの期間というのは、南部のテキサス州にハリケーンのベリールが上陸したりとかですね、あとは一部の自動車工場が夏、夏季の一部閉鎖を実施したといったような季節的な要因もありましたので、そうした特殊要因も反映しての結果であるということを考えると、いく分割り引いて考える必要があるかもしれません。ただし まあ特殊要因の影響でですね、実態よりもこの週の数値が悪く出たということは考えておく必要がありますが、ただ、結果的にですね、この計測期間における今回発表される7月の雇用統計は、一旦数字としては弱い数字が出てくる可能性があるというところにつながりそうです。これら3つの関連指標ですね、総じてみますと、ジョルツの求人数から見るですね、求人の動向と合わせて、 企業の雇用のカットですね、えー、いわゆるレイオフがそこまで増えてないということであれば、例えば失業率の増加等ですね、労働市場の難化というのが即景気交代というですね、悪い状況につながるわけではないというところ、まあ、このあたり多少考慮する部分が必要かもしれません。ただし、一旦今回発表される7月の雇用統計の数字面においては、この3つの関連指標を、ま、見る限り、やや弱めのですね、結果として現れてきそうではありますので、一旦 弱い数字の結果に反応する形で短期的に為替が起こる可能性があるという点は注意しておく必要がありそうです。では次にドレンチャートを確認していきます。 昨日ですね、日本の方では日銀金融政策決定会合で追加の利上げと債券の国債の買い入れ額の減額というのが決定されまして、まあ、このタイミングですね、赤枠で囲っているところ、昨日の日銀の追加利上げと、今朝、日本時間のですね、えー、1日の明朝に発表された FOMC、えー、9月の利上げを示唆するパウエル議長のコメント、まあ、こうしたものを受けてですね、まあ、一段とドレアス、円高が進んでいる格好です。 また、そもそもですね、その前の段階でドル安円高が進んだですね、まあ、として見られるのは、やはり7月の11日に発表された、米国の CPI、消費者物価指数が非常に弱かったというところになるんですけれども、この同じ7月の11日にはですね、このタイミングに合わせて、えー、日本の政府当局日銀が円買い介入を行ったというふうに見られています。先日財務省が公表したデータによりますと、6月27日から7月の29日までの日本のですね、 介入実績5兆5,348億円ということで発表されていますのでおそらくこの金額のですね介入というのが 7月の11日と12日に分けて、えー、実施されたというふうに見られています。まあこうしたですね、介入のタイミングも走行して、えー、ドル、安、円高方向に動き始めたところで、まあ、今回日米のですね、金融政策の方向感の違いというのも改めて確認されましたので、まあ、目先のところはですね、これまでの円キャリートレードの巻き戻しという形で、ドル安、円高の勢いがもう少し続く可能性はあるかもしれません。えー、ただし、4MC、 を受けてですねすでに市場が折り込む年内のアメリカ FRB の利下げ回数というのはすでに3回を折り込みにかかっていますので、まあ、これ以上のですね、4回以上の折り込みというのはなかなか現実的にはですね、まあ、考えづらい時期尚早かと思われます。まあ、その点で直近一方方向にやはりドル売り円買いにですね、大きく動いているところもありますので、一旦今回の雇用統計でですね、まあ、仮にサームルールに抵触、 米国の景気交代の可能性というのがニュースフローで大きく流れることになれば、 もう一段のドル売り円買いというですね、えー、動きが一旦強まる可能性はあるものの、その動きが一定程度短期で一巡した後はですね、短期的にはドル高方向に揺り戻し、ですね、動きが出てくる可能性があるんじゃないかなというふうには考えています。まあ、その点でこの148円をですね、大きく下回るドル安円高というですね、えー、さらなるその方向への期待というのは、 ま稼働には期待しすぎない方がいいかなというふうに考えていますはいでは最後にドレンレートの見通しを確認しておきますえー、今回7月の雇用統計についてはまあ、関連する指標の動向等からもですね 今回の市場予想よりもやや弱めの結果になる可能性がありそうです。えー、ただし、それについては季節的な要因等も含まれますので、米国の雇用動向や景気の必ずしも実態をですね、反映したものではないという可能性もありますから、その点はある程度含みをですね、持ってみておく必要がありそうです。えー、ただ、サームルールにですね、仮に抵触して米国の景気交代というようなニュースフローが一旦出回るようであれば、短期的には一段の円高ドリ 安方向という動きが強まる可能性もありますがそれはですねその変動幅というのはある程度限定的であるかと想定します仮にそうした動きになったとしてもその後寄り戻しで,ですね短期的なドル高円安方向に反発してくるとドルが反発してくる可能性があるというふうに見ていますのでそうした方向の転換には注意していただきたいと考えています では最後になりますが、今後の経済指標の発表スケジュールを掲載していますので、ご参考までにご覧いただければと思います。えでは動画の方をご覧いただきましてありがとうございました。気に入っていただけましたら、高評価のいいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。